だろ、普通出ないんです。誰がそんな新人だよ。でも盗撮したからな、これマジで。男のためのバラエティチャンネル全力マンキーシーズン2。男性視聴者 84%。 どうもダニロンバモス、ダニロン君一人でございます。ラスラス勝間さんにね、ドッキリを。はい、ドッキリでございます。今回どんなドッキリを仕掛けるかっていうと、風俗店さんで盗撮被害がすごい多いらしいんですよ。あー、盗撮ね、けしからんね。ツイッターとかでも盗撮やめてくださいみたいな、うんうん、その方もねつぶやいてたり、その実際盗撮があった時にお店がどんな対応を取ってるのかめっちゃ気になる。確かに逃げつない怖いイメージよね。そうそうそう、めっちゃ詰められるイメージとか、うん、逆にどこで結末を迎えるのかみたいな、怖い事務所に連れて行かれてみたいな、そんなイメージやけどね。でも多分実際そんなことないんですよ、ちゃんとしてる健全なお店とか、うんうん、それを今回暴いていきたいということで、せっかくなら面白くしたいと、勝間さんに今日は盗撮してもらいます。しかもそれがバレるってことか。バレるっていう。だからまあ今回勝間さんにはいろんな理由をつけてね、盗撮してこい、まあ全責任は俺が取るから、弁護士さんといろいろチェックして大丈夫ってなってるから。盗撮するんですけど、それにキャストさんが途中で気づくと、スタッフさんを呼んで勝間が詰められてどんな反応するのかっていう。いやー、大焦りしてもう汗だくになるやろね。で、まあ、今回ボタンダで新規開店されたワンダフルなエステさんっていうお店さんが協力してくれて成り立ってる企画なん で、 でなんかすごいお店らしいんですけど、はい、まあ、それ実際勝間さん今日ドッキリを試していただくんで、はいはい、そこはレビューで知れるかな。なるほど。これあの協力いただいてやってるんで、見てる視聴者さんは絶対に真似しないように。頑張ります。勝手にやったらダメよ。盗撮したらこうなっちゃいますよっていう見せしめの動画なんで、ぜひ最後まで楽しんでいってください。はい。男性視聴者 87%。 どうも勝間です。ダニロンバモスということでね、ボタンダですよ。地元じゃないですか。地元っていうか、地元ってか、前そこに住んでた。徒歩30秒で泡ってなりますから、ね、勝間エロ発祥の地ですね。ここエロ発祥な。あそこのビルはいろんな女の人がエレベーター乗り降りしてて、ほぼ待合室になってたっていう。ちゃんと住んでたん俺だけっていう。題して勝間に盗撮させてみたです。何、どういうこと。今風俗業界でねたびたび問題に上がる盗撮盗聴問題あるじゃないですか、はい、実は抜け穴がありまして、抜け穴、今回僕らね顧問弁護士さんいるじゃないですか、はい、どうやらまず盗撮自体は民事やで、要はその盗撮した動画を他の場所にアップロードして、はい、それが流出するのが嫌やから、まあ、盗撮問題になってるわけです、はい、つまり逆を言えば他にアップロードしなければ大丈夫なんですよ。大丈夫、大丈夫です。自分で見る分にはってこと。自分でそう鑑賞する分には大丈夫です。全力満喫して、はい、で立場があるからこそそんなことはしないですよって証明になるんですよ。でマジで弁護士さん言ってました。立場がある人が盗撮してアップロードしなかった場合、その訴訟されても問題にはならない、うん、まあ、全力満喫やからしてないかってことになる。あ、っていうことです。なるほどね。だから最悪なんか問題、まあ、1% とか 0. 何%ありますよ、はい、その問題が起きた時に別に全力満喫やから大丈夫になる。のじゃあ盗撮やろうかとはまだならない。1個ポイントがあって、相手が服を脱ぐまでしか OK じゃないですらしいです。服脱いだりしてるとこは上げる上げないに関わらず、あ、そういうことなの。映ってたらもうポルノ的なやつだ。え、下着、下着もダメ、下着もダメ。ああ。性的なキャストのさんとね喋るじゃないですか、はいはい、そこの部分だけだと大丈夫。そうなんや。なるほどね、それは大丈夫さ。上げへんかったらなおさら大丈夫、はい、なんでちょっと今回それをやってきてもらうっていう。なんなんそれ。なんでやねん。犯罪チャンネル。もしこれまあお前的に怖いのはそういうのを店側が知らなくて問題になったが怖いじゃない。怖い怖い怖い。その時はマジ電話呼んでくれたらすぐ行く。一応近く待機してますから。え、電話呼んでくれたらすぐ行くっていう、あれ危ないのは危ないってこと。あれ弁護士さんと話してもらう。違う違う違う、なんかトラブってるやん。いや、店には言っといたんでじゃないんや。最悪揉めたらそうなります。あ、じゃあ揉めるんや今日は。揉めおもろそ。揉める可能性あるんや。可能性ある。怖っ。怖いやん。あれ怖い。脱ぐまでに絶対切ってください。むずで、これをやろう。なんでやねんって思ってるし。勝間さんがマジでプライベートで行った時の感情知りたい人多いんですよ。あ、マジのトーンで行った。あ、そうそう、ほんまにガチってこと。これほんまにガチっす。うわー、あ、これあんねん。これ用意しましたので盗撮用。おお、ありがとう。おお、よかったよかったよかった。まあ、こういう感じでね。うーわ、悪っ。こういう感じでやってもらって。悪っ。一回あの風に行かれる方が持ってるカバンを選びましたんで。あ、おっさんのカバンね。そう。いや、これもう盗撮のカバンやん。1300円。頑張れ頑張れ。頑張れ。マジ？マジマジ。何なの？マジ？俺ら。ファイト。近くいるから連絡してほしい。頑張れ。騙されてた。でも騙されてたんじゃないですか。半信半疑やな、うん、まだ。てかでもやるよな。ただ何度も言うけど、普通に盗撮犯罪なんで。そう、犯罪。そう、今さっき言ったことは全て嘘で、絶対にやってはいけないです、皆さん。なんかいい感じで言ってるけど、全部ダメなこと言ってるから。勝間騙すためだけやから。勘違いしないように、良い子の皆さんは。
5万負けてるし、チャンネル登録して。今回撮影協力いただいたスタンダデリヘル、ワンダフルなエステさんの早野さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご協力ありがとうございます。うちも本当にありがとうございます。こんなこと協力してくれる人いないっすよ。確かに。盗撮していいですか。やから風俗店に普段お店さんがどういうふうにこう盗撮に対して対応を取ってるのか知りたいということで、実際に盗撮がどんぐらいあるのかってあったことあるんですか。あります。盗撮あれもあるんですか。あります。いや、あれですよ、新規開店されたデリヘル店さんです。はい、あ、そうね。やのにもあるんですか。盗撮の手が込んでまして、メガネにできるカメラで盗撮。あ、そんななんか映画みたいな。腕時計にカメラとかがあるので、そんなでも分かんないですよね。でも女の子がその盗撮とかで騒いでるのをメガネに気づいたんですよ。でそのメガネよく見たらやっぱりカメラにピンホール見たくなってて、はい、女の子が聞いたら認めたんで、ちょっと僕が行ってっていう。はいはい。この後、勝本さんに突撃してもらうわけですけど、はい、どういう感じでその普段は詰めるんですか。最初は話したりとかしないで穏やかに、お客さん分かってますよね、うん、これは犯罪ですよっていう話をして、素直に認めてくれれば、まあ、こっちとしても示談で終わらせる時もありますし、まあ、とりあえず一旦警察はちょっと入ってもらうんですけど、それで穏便に行く人は穏便には行くんですけど、たまに暴れるやつとかいるとやっぱりこっちも強気に行かないと入られちゃうんで。特徴とかあるんですか、盗撮するやつら。確かに大体初回ではみんなしないです。指名とかでするやつが多いです。極めてからするんや。気持ち悪い。計画的犯行や。女の子に迷惑がかかる系の性癖やから、うん、それはダメやわ男として。ワンダフルなエステさん、はい、もともとそのかまいたちさんがこうやってる番組、はい、ゼミたちで開業ドキュメンタリーとして取り上げられてたと思う。そうです。アベマ TV やったっけ。やっぱりアベマ TV を見たで反響はすごいですね。僕も今回やっぱそういうのを見て、で今回コースもねいろいろあって、一番おすすめのコース、はい、90分なんですけれども、はい、90分だとうちのサービス全部フルサービスでやらせてもらいまして、入りましたら問診票で、お客様のしてほしいことを出たいな、アンケートあります。今のところ紹介してる店で問診票は全部いいやな。まずは洗剤から入って、で洗剤が終わった後にパウダーマッサージ、パウダー、はい、パウダー、パウダー、パウダーでじらし、その後オイルマッサージ、ダブルであんにゃ、ダブルであります。これパウダーやったことない人いたら確かにやってほしい。パウダー、パウダーすごいの、クズ感が、うん、とクズがするから。そこからは流れでオイルマッサージのままそのままヘルスプレーに流れる人がうちのお客さんでは多いですね。なるほどなるほど。粘膜いけるっていう強さ。ほんまにも粘膜やろうが、お前らは。ぐらいの人が結構酔っ払ってはってめっちゃ言い寄られて、で俺も酔っ払ってたからタクシーでここのホテルに行って、でまあそういうことを終わらして、まあそんな好きじゃなかったから、まあ、すごい賢者みたいになったわけで、も朝まで一緒に寝るの嫌やなと思って家帰りました。マジでやったら嬉しい。じゃあ洗剤やります。あ、やりましょう。あ、そっちで。あ、そうです。お着替え。あ、OK です。なんか普通なんですか。普通なんですか。こういう時、一回リビングでこうしたいんですか。これえ、本当ですか。リビングだ。何か何か、それ使うと思うんですよ。あ、OK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 、帰ってこう。え、何え、カメラありますよ。え、何何何何が？カメラありますよ。ないないない。ちょっと撮ってないちょっとダメなんで。レンズ？はい。ちょっと触ってたら見せてもらえないといけないんですよ。見えない。見えないのか。
電話？うん。お店の方で。で、そっちにある？レンズあるんで。レンズ？うん。いや、こっち、こっちない。はい、もしもし。カメラで撮ってる。ダメだね、これは。それじゃあちょっと今から、お客さん今そこにいる？あ、ちょっと俺今行くんで、うん、ちょっとお話しさせてもらって、お客さんちょっとそこで、ま、待って、すぐ行きますね。はい、ちょっと待っててね、大丈夫？うん、分かった、すぐ行くからちょっと待ってて、安心して。このと、カツオンが追い詰められます。え、でもいい感じ。確かにバレてなさそう。バレてなさそう。だってそこが心配だったから。いい感じ、いい感じ。じゃあこの後は、もはやのさんはいつもの盗撮犯への対応をしていただくんで、はいはい。まあお店の対応がここから分かるようになってます。はい。すみません、失礼します。あ、どうも。女の子から聞いたんですけど、はい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 、どういうことですかね。いや、カメラはあったんですけど、はい、別に回しなくて、仕事の関係で。仕事仕事ですか、はい、いや、本当に回してないですか。回してないです。ちょっとそれ見せてもらうことってできますか。はい、ちょっと。はい。で、今消さないでくださいね。いや、消さないです。はい。あれ、今、なんか撮ってましたよね。いや、違いますよね。今、絶対撮ってましたよね。いやいや、ちょっと待ってください。これは、はい。まあ、揉めてるじゃないですか。はい。この会話を、はい、もし警察の人が渡すために、録音だけです、はい。あの、動画撮ってます。あ、いやいやいや。何？もう一個？いや、ちょっと見せてください。ないっすよ。ないですか。じゃあ、携帯のフォルダ置いてください。はい。で、ビデオ、いいですか、はい、ん？ない。もう一個の方。ここに入ってるんですけど。はい。何？こっちはない。いや、これ撮ってるでしょ、絶対。いや、待ってないよ。いや、撮ってるでしょ。いや、動いてるよ。動いてるでしょ。いやいや、動いてるでしょ。いやいやいや、ちょっと待って。ねえ、やってること分かってるこれ。はい。ねえ、いいと思ってんの。いや、回してないんで。いやいやいや、絶対待って。じゃあ、これ警察に出すよ。いいね。いやいやいや。いや、本当に本当に本当に。でも、その、撮ってたとしても、うん、他に出さなければ。いや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 、いやいやいや、これ盗撮って犯罪だからね。わかり出したら、いやいや、他に出さなくても個人的に楽し、じゃあ分かった、警察に言うから個人的に楽しもうとして、はい、うちのプレイを撮ろうとしてました、はい、っていうの全部言うからね。ちなみに俺も携帯で今録音してっかんで、プレイは撮ってないんで言ったからね。まだプレイはしてないかもしれない。でもその前の撮ってるからプレイを撮ろうとしてたよね。脱いだとこ撮ったらアウトやと思う。いやいや、じゃあ脱いだら止めるなんてさ、確証なくない？今女の子は気づいたらからいいけど。いや、それはでも、うん、そこは撮ってないんで。いやいや、撮ってなくても、でもここまでも撮ってるじゃん。いや、これ完全に盗撮じゃん。撮ってないんですか。いや、撮ってるじゃん。撮ってたとしても、うん、別に犯罪ではないっていう。いいえ、絶対これ犯罪だから。じゃあもう警察行って白黒つけようよ。じゃあいいね。まあ、まあ、もう行きますね。うん、いい、うん、ちょっと今警察に電話するから、ちょっと待って。あ、すいません、警察ですか。今、ちょっとホテルウエストの、で、ちょっと盗撮がありまして、ちょっと今、それでお客様がカメラあので撮ってたんで、ちょっとこちら押さえさせてもらったんで、ちょっと今すぐ来てもらっていいですかね。はい、ホテル名とか教えてもらっていいですか。3分ぐらいで着くと思います。はい、ありがとうございます。警視庁クニーが対応させていただきます。丸坊行かせていただきます。丸坊が今通報されたと思ってるってわけよね。いや、思ってる思ってる。今すぐ警察来るそうなんで、これ警察出させてもらいますね。出すんで、いや、いや、いや、消さないで、消してほしいな。こっち、こっち、こっちでしょ。いやいや、ちょっと貸してください。いやいやいや、ダメです。動くんやったらです、置いてください。はい、じゃあ置いてみますね。触らないで、はい、行きましょう。いや、本当ありえないですよ。分かってます？分かってます？はい、分かってます。まあ、法律上犯罪にはならないみたいですな。いや、なりますよ。いや、なんかならない。いや、盗撮は犯罪になりますから。いや、出さなかったら、はい、取ってる時点でもう犯罪ですからね。まあ、しょうがないですね、これ。まあ、聞きましょう。あ、顧問弁護士とかもいるんで、はいはいはい、それはもう、あの、はい、2人で話して、まあ、多分弁護士を通じて話してもらうと思うんで、うん、いけないことしたっては認識ない？ある？プレイ取ろうとしたの？いや、プレイは取ろうとしてないです。いや、だってじゃあ、じゃあ何、じゃあ、あの、プレー前だけ取って止めるの。そうそうそう。誰がそんなん信じんだよ。100人って言って100人信じねえぞ、そんなの。取ってたら普通。取ってないんだよ。いやいやいや、取ってたら取る気だったろ、でも。
いや、撮る気じゃないですね。いやいやいや、じゃあ一個目のカメラ、女の子履いたら脱ぎました、映るでしょ、うん、ねえ、それはどうするの、もう撮れちゃってんじゃん。いや、その前に撮るつもりだったじゃん。いや、撮るって絶対嘘だから。え、撮るつもりだったのを未然に防げてよかったよ。でも盗撮したからな、これマジで。来てから、うん、まあ、そうだね、わかったわかった、いいよ。こらこら、こら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 、現行犯逮捕だぞ。こら、え、なあ、でもう薄くないよ。現行犯逮捕だぞ。いや、あかんやろ、盗撮したら。多分あかんよ、盗撮したら。あかんやんな。あかんよ、めっちゃあかんかもって思ってきてたもん。焦った焦った、汗めっちゃかいてるけど。あかんやんな。あかんやん、いいみたいな。何してんの。でもいいみたいな。あかんあかんよ。え、脱いでるとこは撮ってないよ。いや、残犯罪関係ない。撮ったらあかん、現物ダメ。あかんやんな。やっぱりあかん感じ。めっちゃ怖いし、バレた瞬間どんな、こっからどうしようっていう。ちょっと楽観的やん。でも撮ったら、いや、あかんよ。過去の人逮捕されてるとかっていう情報出てたんで、そうやな、それでも終わったんだ。まあでも今回盗撮さんって多いじゃないですか、世の中いっぱい、はい、いるんで、そういう奴らに向けてこう注意喚起、盗撮バレたらこうなんでっていう動画だからもうあかんねんな。もちろんダメです。撮ったらダメです。オープニングで言ってたことは全部嘘っす。ほんまに騙されてたわ、なんか。ワンダフルなエッセさんのカリンさん、人気キャストさん、ま、すいませんでした。盗撮してないです。どうでした、ドッキリとか初じゃないですか、多分。いや、暗かったんで。はいはい、そっちか、そっちか。そうやね、まず見つからへんっていう。最初の役目として、めっちゃ暗くして、うん、ほらもうただの真っ黒になって。わからん、あ、ここに隠してたんや。そう、あ、うまいな。あ、そこ隠してたんや。もうやったことある。ない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 。盗撮プロや。でもこれマジであるあるらしいんですよ、盗撮犯って挙動が不審になるらしい。だからそういうのに女性はこう気づけると、盗撮犯っていう風に分かることができるんで、うん、挙動不審感ありました。ちょっとあった。ちょっとうまいんや、盗撮。うまめ。ちなみに勝本さん、はい、早野さんっていうスタッフさん、はい、何回も会ってるんですよ。はい、え、勝本さん、それは見たことなるんだよ。覚えてない。いや、覚えてない。本日誰ご指名しましょうか。えぇ、ー、動画にも上げてもらってまして、スイートラブ。そうです。えぇ、ー、大塚のね、激安桃色サロン。スイートラブの人なんですか。そうです。あ、お世話になってます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。レインボーもペロテもうちの系列です。あ、全部。はい、全部。もうなんかすいません、いろいろ。ありがとうございます。ちょっとでもあれのお店のおかげで伸びたみたいな、まあそうもありますんで ね、今回盗撮がバレたらこんな風になりますよという注意喚起の動画でしたけど、防災訓練みたいな。いや、防災訓練と一緒にしたかったんで。まあ今回ね、怖い思いちょっとしたと思うんですけど、これでは終わりませんよ。ワンダフルな体験をしてもらおうかなと思って。ですよね。で、カリンさん、なんと初出勤ということで。初出勤で盗撮を暴かなあかん。めちゃくちゃ荒れてるで。警察に捕まりそうになったと思いきや、美女と粘膜があるので。ぐちゃぐちゃになってます、心。ちなみにさ、アルファベットで言うと、確かに、かわいい。 F が好きなアルファベット。じゃあ一旦僕ら出ますんで、はい、あとは楽しみください。はい、ありがとうございました。高評価ボタンをリトカツだと思ってタップしてね。おはようございます。こめかみからのズームアウト。YouTuber 史上初ということで。いや、分からんやろ。終わりました。おはようございます。お疲れ様です。犯罪者やったことも忘れるぐらい良かったっす、ね、あ、ナイス、バモスです。おお、出ました、バモス。でもこれは聞いたところによると、はい、材木が入ってるという。カリンさんの可愛さを伝えてあげてほしい。本田翼かける海猿の加藤愛。おー、うまいな。絶妙やな。初出勤ほんまにってなるやん、その初出勤って言われて、うんうん、確かに。ほんまの初出勤やって、うんうんうん、もうめっちゃ可愛かったっすね。初々しさとか、しかもほんま性格、まあ、いい人いますけど、うん、何の偽りもない性格というか、うん、もうほんまに本能で明るい、うん、いい子っすね。初出勤でしかもパウダーやらなあかんし、はい、オイルやらなあかんし、全体、うん、やらなあかんし、時間内にそれをやらなあかんし、うん、しかも小太りを発射させなあかんし。そんな若い女の子からしたら無理すぎるミッションや、まあ、うん、しかも撮影やし。ちょっと待ってください。あたふたしてる。それ
それがいい。いいかい。皆さんどうやるか。慣れて なければないほど嬉しい。そうっすね。可愛かった場合全て許せるんで、キングマンとかのこなれてない感じとかってどうなんだろう。ダンビラとかって、すいません、とりあえずベッドに仰向けで寝てもらって、声低いな。たまに嘘ついてる可能性あるんですけど、うん、ガチで薄ピンクっす。ただやっぱりこのワンダフルなエステさんのすごいいろんなことをしてもらえるコースを今回入ったわけじゃないですか、はいはい、もうめっちゃいいと思うし、うん、かりんさんもうちょっと慣れたらできると思うんで、もうちょっと慣れた時にもう一番いい状態になると思う。全体もちゃんと泡でわーって泡てみたいにやって、その後パウダーが珍しいですから。そうやな、パウダーでこうトメースの感じかな、ソケーブとかね、ソケーブをこうパウダーでいって、パウダーでいった後にオイルでいく。うおー、メースの気持ちも味わえるから、ずっとぎこちない感じが出たんですよ、うん、可愛くて、はいはい、ヘルシーに入ったらもう普段やってますやん、プライベート。そうやな、オーラルは確かに、とかそこは期待してたんですよ、あ、うんうん、ちょっとぎこちないけどヘルシーは、だって人間は絶対にやってるからその本能の感じが出るはずと思ったら、もうほんまにあっちからもう感極まってる、はい、みたいなのもあるから、ね、ほう、あ、じゃあ結構本能タイプなんですか。本能型やし、何の裏もないからめっちゃ良かったな。だからこれ逆に慣れてる人も行ってみたいですね、どう違うか。でもほんまに一番強いのは慣れてるけど慣れてない感じを出せる人。プロやな。これはグランナーです。90分で一番いいコースで2万5000円。おお。最安は60、1万8000円ですね。安いっすね。ちょっとこれ見てる中にね、少しでもちょっと盗撮とかしてみたろかなみたいな思ったことあるやつ、マジでやめろ。ちょっと言ったってくれ。盗撮しようとしてるやつら、お前ら全員に次ぐ目に焼き付けるご協力いただいたワンダフルなエステさんとか、はい、カリンさんの情報は概要欄の方に貼ってありますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。あーやばい、え、なんか言うの忘れてた。何何何、え、何何何、忘れてるよ。ワンダフルで行きました。行きましたで締める動画もいいでしょう。なんでこれ忘れてる。確かに忘れてる。俺も確かに忘れたわ今。え、初めて忘れた。忘れてるやん、お前初めてやん。初めて忘れた、ね、ドッキリがあったらもうそれで終わったから出るから。危ねえ、忘れてる。いやでも言ったから。確かに。どうも、カツモンです。いやー、盗撮絶対あかんで、身をもって皆さんに教えてあげましたということで、まあちょっと疲れて帰って風呂入ってりとか積みたら、先っぽが一眼レフのレンズみたいになってました。すごい価格で撮れます。